勇者の実家。おかえりなさい。まずは烈火がお送りします勇者の実家。イエーイ、皆さん元気ですか？私まずは烈火はですね、ちょっと元気になりました。はい、前回は結構長いこと愚痴をとうとうと語らせていただいたので申し訳なかったなと思いつつですね、ちょっと元気になったので今日は元気にいきたいと思うんですけど、制作を続けつつ結構ね、同時並行に今ね、佳境に入ってきてるものがありまして、まあ、子供が今受験をするという冬に差し掛かってますので、もう山を、登って、もうすぐ登山が終了するぞっていう時に私は何をやってるんだと思ってちょっとたまに、落ち込んだりするんですけれども、結構ね、ママ友さんともね、やり取りをしますと、もう今この時期に入ると結構な、お仕事をされている、大切なね、お仕事をされている親御さんが仕事を休んでそのサポートに回る時期になってるそうです。わー、回れてない私ということでちょっとね、ごめんごめんと思いながらなんですけど、そんな中でもね、息子のやってる勉強をちょっと横で見ることもね、何やってんのみたいにちょっと見してみたいな感じで見せてもらうことも増えてきたので、見てると特にね、私がね非常に苦手としてきた日本史の内容がですね、非常に今見ると興味深くて、私は早々に中学、多分中3ぐらいの時かな、早々に日本史はもう無理だと思って世界史の方に、興味と関心がいってしまったので選択して世界史をやってたんですね。なので日本史の、例えば、こう人名だったりとか年号だったりとか、例えばじゃあ税の歴史とかそういうのも非常に詳しくなかったんですよ。詳しくなかったので息子がやってるやつ見てると面白くって、何何これどういうこととか言って聞いたりして、うわひどいとか言って、すごい最近教えてもらって私が喜んじゃうんですけど、例えばね、税っていつ始まったんだろうみたいにちょっとふと思ったんですよ。最近のその現代の日本が非常に、生活が苦しいみたいな、最近報道ももちろん増えていて、まあ、報道だけじゃなくて実際実感としても増えてる方多いと思うんですけど、今こう日本に暮らしていて、健康保険料を払って、国民年金も払って、で、いろんな消費税とか所得税も払って、で住民税も払ってとかやって、いろんなあちこちで、もうこの二重取りなんじゃないかと言われる、なんか車両税とかね、車検とかなんか保険関係も含めるとものすごくたくさんいろんなお金を払わなきゃいけないシステムが出来上がってると思うんですけど、それを全部差し引いて自分の生活に使えるお金っていうのを可処分所得と今は言うと思うんですけど、その可処分所得がここ多分30年ぐらいですごく減ってきてしまっていて、みんなが例えば衣食住、洋服買ったり美味しいもの食べたいもの食べたり、住みたいところのと環境を整えたりとかっていうことに、使えるお金っていうのがだいぶ減ってるよねみたいなことはもう最近の世の中のみんな感じている、共感としてあると思うんですけど、そのお金の税の取り立てじゃないですけど、まあ、税を取り立てるだけじゃなくて使ってくださってね、道作ってくれたりとか、水道作ってくれたりしてると思うんですけど、この税の取り立てってそもそもいつ始まったんだっけみたいなところから調べてみると、聖徳太子なんですね。やっぱりね、聖徳太子の時代に多分最初その税の納め方もですね結構すごくシンプルで、多分当時は租用帳っていう、こう租か用か帳かみたいな感じで、3種類出てきてるんですけど、こうじゃあ穀物、収穫した畑で収穫した、穀物を納めるのか、それとも、その地域で取れる特産品や、その地域で作った布
を納めるか、もしくは贈与をなんかあの兵隊さんとして、兵隊さんとは限らないか、例えばこう土木工事とか、そういう工事に従事する人として労働力として納めるとか、そういうなんかね何種類かあったそうなんですけど、結構シンプルで、でこのその聖徳太子さんが始めたこの頃の最初の税の、法律で反田収受法っていうのがあるんですけど、これも息子に教えてもらって、これ何っつって言ったら、あの反田収受法は初めて日本でその戸籍を作るということになったので、それまでは戸籍としてこう管理されてなかった一人一人の、人間に田んぼをあげますよということをまず始めたそうなんですね。田んぼあげます、あげるんですけど、耕して収穫をしてくださいねと、きちんと収穫物を生み出してくださいねということがまず義務として課せられて、でちなみにこの田んぼを与えられるっていうのは5歳以上の子供もう、だから5歳過ぎると義務が生じるわけですよ。5歳を過ぎると、子供たちに、はい、あ、ごめんなさい、5歳じゃなかった、6歳だった、失礼しました、6歳を超えると子供たちに、田んぼが与えられて、でその田んぼで、畑を耕した後に、そこの収穫した収益というか収穫物の 3% を国に納めてくださいねっていう最初に作られた法律だそうなの。まあ、3% なのですごい優しい気がするんですけど、優しい気はするんですけど、実際にこれどうだったんだろうっていうと、結構この当時の歌として残ってるところもあって、反田収受法が始まったのが、701年大法律令という、法律が制定された時なんですけど、その頃にですね読まれた歌として、万葉集とかにも入ってる有名な歌が残ってるんですけど、やっぱね歌ってすごいなと思うのはね、歌とか詩とかって本当に正直に書いてる人の歌ってめちゃくちゃその時代の共感を呼ぶわけですよ。その時代どころか、その後世もその人が亡くなって、その世界が一回次の世界にどんどん変わっていってって、こう時代も変わっていった先でも共感を呼び続けちゃったりするわけですよ。このね、反田収受法が行われ始めた後のその時代にね、どうやらね、このたった 3% なんですけど、この法律で初めて税というものが課され始めた時にですね、非常に、民の暮らしが苦しい時代になっていったらしいんですね。それがこの法律のせいだけとは言わないんですけども、すごく顕著に残っているのがね、貧窮問答家、もうまさにその貧しくて困窮の窮ですよね、貧しく窮している、それについての問答をする形の歌ということで、貧窮問答家っていう歌が万葉集なんか残されているんですけど、これね山の上オクラさんっていう人が書いたんですよ。で息子がやってる今のあの受験勉強でこの辺全部漢字で書けるように練習してないといけないので、私まで覚えちゃったんですけど、山の上オクラの貧窮問答家とか言って、でねこの問答家読んでみると、本当にこれ収穫物の 3% を納めてただけでこんな苦しい生活だったんですかっていうのがちょっと心配になるくらいですね、生活の最低のライフラインがないんじゃないか説もあるぐらいですね厳しそうな様子で、ただねこの山の上オクラさんって書いた人はどうやらね貧しい農民ではない、その貧しい農民の生活を、しっかり見た上で、あこれを歌に残さねばならないと思って多分歌を書いたような、ね、ちょっと高官といいますか、その官僚、こうきちんとしたなんかこう国の機関に勤めているような方だったそうです。そうで、おそらく国司としてその庶民の生活を目の当たりにしていたから、いろんなことをこう感じて、でこれ書かなきゃきっと思われたっていうこともあるし、なんかこう一説によると山の上の大倉さんは、ちょっともっと若い時、このねこの歌を書いた時ね、もうすでに70歳とか71歳なんですよ。73歳で亡くなってるんですけど、なんですけど、もっと若い時にこの方は
遣唐使として中国唐、当時の時代の中国なので唐にね派遣されていって、で唐のいろんな歌人さんとかの文化にも触れてるんですね。でそのね面白いのが唐の歌の中にも貧窮田舎感、田舎感って読むか分かんないです、ごめんなさい日本語で読みましたけど、貧窮は一緒で田舎の男って書いて田舎感っていう歌があったそうで、山之上さんそれを読んでちょっと似た感じで、あの釜玄じゃないですけど日本に持って帰ってきて歌った可能性もあるねみたいな話もあるんですけど、でもこの貧窮問答歌の内容がね非常に切実、自分がというか、まあ主人公が暮らしてるお家の中で、自分も奥さんも子供たちも、そして自分の両親ももう着るものもなくて食べるものもなくて、で寝ている場所っていうのはもう土の上で、でその寒くて寒くて仕方がないんだけど、かけるものっていうのは麻の布しかなくてどうしようもないし、でご飯を食べたいけれどもそのご飯を作れることもしばらくないから、作れていないから、かまどにはもう火も入れられないから、巣が張っちゃって、クモの巣張っちゃってるんですよ鍋に、みたいな、そんなねもう悲しすぎる歌なんですけど、これがあの万葉集に収められて非常に、ね、今の時代でも万葉集に入ってる歌の中でこの人のこの歌だけは覚えとけっていう風に言われてるぐらい重要な歌になっちゃってるわけで、すごいことだなという風に思うんですけど、この時のちょっとなんか下せないのは反田修珠法って、じゃあ田んぼを与えてくれて 97% は自分のもの、自分の家族のものになるはずなんですけど、どうしてこんなに生活がきつかったんだろうなっていうのをちょっとねもうぜひ知りたいところではあるんですよね。でこの時代その蘇葉町とか、お仕事をする実際のその労働力として働くみたいなところでの、税金もあったんですけど、この全部を納めなければいけないわけでもなかったらしくて、その住んでる場所にもよったらしいんですよね。都の近くに住んでいた人は、実際のその労働力的な働き方もするけどみたいな、ちょっと遠いところの町の人は、地元のものを送るっていうことで OK だったっていう噂もあるんですけど、その地元のものを納めるっていう、納めに行くのも自分がやんなきゃいけなかったみたいな話もちょっとなんか聞いた覚えがあります。はい、納めに行くのを自分でやるってどういうことってちょっとドキドキしちゃったんですけど、ね、今の時代は納めるのもポチッとだったり、こうなんだ引き落としだったりとかで、すごくそこは簡易的にやらせていただいてるのでそこは助かるなと思うんですけど、反田修珠法はねちょっといろいろその納める側への負担が相当大きかったんだろうなっていうのは想像するのと、納めたものをじゃあどう還元してくれてたのかなっていうのがいまいちちょっと見えてこない、まだね最初に作ったばっかりの一番最初の税のあり方だったので、まあ、作ってみて納めさせてみたはものの、納めてくれているその長者、例えば遠方都とかその近隣の方たちではなくて、享受できる方たちではなくて、すごく遠方の方たちには例えばその納めてくれた税を使って、じゃあ治安を安定させるための警察をその地域に派遣しましょうみたいなことはできてたのかなとか、多分できてなかったんじゃないのかなというのを想像すると、納めるという義務だけが最初にできたのかなみたいな想像もしてしまうんですけれども、このでも反田修珠法はまあ最初にできた法律で、この中でとりあえずその6歳を超えたお子さんには、女の子はねちょっと男の子より少なかったらしいです、まあ体もね、女の子の方が少し小さめとかいうことがあったのかな、力が弱めとか当時は、そういう設定で3分の2だけ、になってたらしいんですけど、とはいえね、もしもその人が亡くなった場合はそれを国に返すっていうものだったので、まあ借りてる借地権みたいなもんですよね。そんな状況でやってたそうです。で、この後に出てきた法律で、墾田永年私財法っていうのがあるんですけど、その墾田って、墾田、耕す、畑、永年、もう永久な年、私財法、もう財産、自分の財産にしていいよみたいなことで、墾田永年私財法が出てきた時には、この、自分のものとして、もう国に返さないでいいよっていう法律になって、ていくそうなんですけど、
そこはそこでなんかこう、非常にがめついと言いますか、貴族豪族の方たちがもう荘園築いて、はいこれ全部うちのみたいな、君たちはじゃあ雇ってあげるから耕すだけみたいな、こうだんだん私物化をする人たちも出てきたみたいな話もあるので、そこからなんかいろんな逆にこう辛いっていう時代にも入っていったはずなんですけど、なんかこの法律というかもう税金の取り立てのやり方と、その取り立てられる側のなんか貧窮問答家みたいな当時のその辛さのやり取りを見てると、いや今の時代だけじゃないなっていうのはすごく感じます。今の時代はね、税金非常に私は高いと思う部分ありまして、そして保険料も高いと思う部分もあるんですけれども、一方で、やっぱりその納めた分どころか、もしくはその納める以前の段階、自分がじゃあ納め始めたのって成人してからだと思うんですけど、あ消費税以外は、成人してから、いろんなものをプラスで納めるようになってますけど、その納める前の子供の時代にもたくさん享受できるものが今の時代やっぱあるので、ちゃんとそこは制度として整ってきているところは、最低限あるので、まだまだもっと足りないとか、もっと増やしていかなきゃいけないところっていうのはあるとは思うんですけど、ちゃんと作られているなとは思いますが、いや昔の時代、例えば五公五民っていう税金の取り方を、まあ、つまりその五公、公が五で民は五、五割ですね、半分出せよっていう時代があったそうなんですけど、それはきつかったでしょうねって思いつつですね、実は何気に今五公五民に近づいてるみたいな話が今年ツイッターでトレンドになっていたっていうこともあるぐらいのね、国民負担率が 47.5% に2022年なるっていう話が出ちゃったらしいので、そこはもうわーわーってなって叱るべきかなと思うんですけど、非常にですね、これはまた国によっても取り方もその還元の仕方も全く千差万別なので、難しいのは外国ともなんか比べられないんですよね。比べられないんですけど、日本にもっと正直な嘆きを歌とか詩に残す人がたくさん生きていたら、今多分すごいね、名作いっぱい生まれる時代だと思います。名作のね、ブルースとかね、まあレベルミュージックもそうですけど、今バンバン生まれるべき時代だと思います、多分。だって苦しい人は苦しいんですもん。でも苦しいのを苦しいと言っちゃいけないような、なんとなく雰囲気もあるのがこの独特の日本かなって思うんですけど、これもし多分ちょっと名前はあんま出さないですけど、外国のとある国とかだったら多分すごくいろんなデモとかもっとたくさん起きてるんじゃないのかなって思うぐらい、日本の、国民というのは本当に、忍耐力のある非常に我慢強い人たちが多いかなって思っちゃいます。はい、私の勝手な印象ですね。もっとね、辛い時は辛いって言っていいと思うんですけどね。でなんかこのお金の話ってすごい大事なんですけど、あんまり、私が例えば子どもの時とかは学校でもそんな話をされたことはないし、例えば、夢を持ちましょうとか、小学校の卒業文集とかでも将来何になりたいですか、どんな職業に就きたいですか、夢を持ちましょうみたいな感じの話をされることはあるんですけど、学校で先生とかお友達とお金の話をしたこと一回もないと思うんですね。なんかちょっとお金の話をしちゃいけないような雰囲気空気が子どもの時からずっとあったような気がしてます。うん、なんかこうそういう話をするのははしたないじゃないですけど、うん、そこはちょっと避けてきた気がするんですけど、逆にここ10年くらい、もっとかな、15年ぐらい、その働き出してすぐはなかったんですけど、ここ十数年は、まあ、子供も生まれた十何年っていうのはあるかもしれない。この時期はですね、逆にそのお金の話を小さい時からしておかないと、これまずいぞと私はすごく危機感を持っているタイプで、その
なんだろうな、私ね、子ども大学多摩っていうところで今年呼ばせていただいた一人先生が、時国さんっていう、時国司さんっていう、台湾のサッカー代表の、今年コーチをやられた方なんですけど、もともと台湾代表の選手でもあった方 でサッカーの選手なんですけど、なんと、金融系の会社の社長をやられているって方 で時国さんからね、すごいね、ちょっとこう、そんな詳しく私は講義を受けたわけじゃないんですけど、私その講義の日、今年はフェスで行けなかったので、めちゃくちゃ行きたかったんですけど、その時国さんからでも最初の時点で、出会った最初の時点でお話を聞いて、もう絶対そうって3も賛成しかしませんって思ったのは、そのお金の話は実はすごい大事なんですよって、なぜなら人生にすごく関わることだからっていうことで、そのお金のことを嫌がらないで、こう、忌避しないで、避けないで、きちんと家族でも、学校でもお話をしていくことによって、子供たちは人生の選択肢をしっかり持てるようになるかもしれないですよっていうことを教えてくれるんですよ。すごいね、私はもう納得することが多々あってですね、やっぱり、私みたいなフライボーと言いますか音楽とかね、美術とかもそうですけど、例えばじゃあ音楽に限らずアーティストとしてこう仕事をして生きていきたいと思う人すべてにとって、やっぱりお金がじゃない時期がもしあるとして、その時期は苦しいわけですよ。苦しいし、なんだったら一回アート作成、アート制作やめてでもお金を得るための仕事に就かなきゃいけないんですよ。それは当たり前の話で。だってご飯を食べるのにも、お医者さんに行くにも、何をするにやっぱお金はかかってしまうので、そのお金をどっかからね、うちでの小遣いで出てくるわけでもないので、それはやっぱり稼がなきゃいけないじゃないですか。そう、私もありとあらゆる10代後半からもいろんなバイトやら、と派遣社員、契約社員なんかいろんなことやってきたんですけど、やっぱり時間だけじゃない、労力とかもいる、精神力、体力、いろいろ奪われるので、それを、なんだろう、それをやることによって、アートの制作はやっぱりこう、削がれますよね、力をね。そっちにかけたい力っていうのが、そっちじゃないこの生活の方に、かけることになってしまうので、非常にそれは、アートをもし生業にしていきたいっていう人にとってしたらすごくもったいないなっていうのは結果としてはあるんですけど、時国さんからもお話を聞いてもその通りだなと思う。時国さんはやっぱそのアートじゃないですけどスポーツのお仕事をされる時期もあって、で若い時からその金融の世界にも身を置いてそちらのお勉強をされていて、やっぱね、非常にその面白いことをおっしゃっていたのは、そのお金との付き合い方、これ全然あれですよ、めちゃくちゃ稼ぐって話じゃないですよ。最低限でいいんです。全然もう変な 大豪邸住む必要もないし、変な、大富豪の生活をする必要はなくて、むしろ最低限の生活で、どれくらいのじゃあお金で自分の生活は回るだろうっていうところをまずは知ることで、まず知ったらそれをしっかりこう安定して自分が回していけるような体制を作るために、若い時から努力をすることで、その努力をした結果それが安定して回ることが確定したら、自分は自分のやりたいことに、時国さんの場合はスポーツ、私の場合はアートだったりするんですけど、そのやりたいことに時間と労力をつぎ込む形を作ることができるっていう理想にだんだんこう近づいていけるかもしれないっていうところがね、すごくもうその通りだなっていうのを感じたところがあったんですね。なのでお金の話ってするべきだと思います。私も非常に悩みながら、自分もまだ勉強中なのですごいお金の使い方下手くそだしねえ、美味しそうなサンマとか見たら食べたいな、買っちゃおうかなとかね、ね、もうすぐお魚見ると買おうとしちゃうんですけど、お魚最近高いじゃないですかってね、どっかの MC でも言ったんですけど、そんなこともね、感じながらですよ、貧窮問答歌を歌いながらですよ、
ちゃんとやっぱでも考えて知っていかないと、私たちも五行五民とまではいかないまでも、非常に今いろんなものが高くなっていて、負担するところが大きくなっている日本で暮らしている中で、しっかりやっぱ学んでいかないとですね、子供も自分もで、子供が いるにしてもいないにしても、非常にこう苦しい方に行かざるを得なくなる可能性が高いわけですよ。それを考えると、じゃあ横並びでね、世界の国の税はどうなってるんだろう、で税はこうなっているけど社会保障制度どうなってんだろうとか、そういうのも知ってみると結構面白かったりするし、すごくなんかこの社会保障制度が整っていると言われている幸福市、福祉がすごく充実していると言われている国はあるんですけど、調べてみるとものすごく負担も大きいとか、消費税何十パーとかね、日本だったらちょっとそこまでやったらさすがに暴動起きるかなっていうところもあったりするし、でもすごく自己責任で持ってると言われている国なんかは、社会保険ない、保険は全部こう自分で入るしかないみたいな、で保険入ってないから病院行けない、薬買えないみたいな、大変厳しいっていう、そっちの厳しさの話も聞くことはあるし、だから国によって全然そこは違うので、割と外国に遊びに行くねことは多々あると思うんですけど、そこでもしじゃあ暮らすとか、そこに住むっていうことを考えるときに、じゃあどういう負担を自分がしなきゃいけないんだろうみたいなところも勉強するとね、結構面白かったりすると思うので、これはもうぜひ、興味があったらそういうことも知ってみていくのはどうでしょうかと思ったりしつつ、やっぱりとはいえ今の私たちが暮らしているこの日本の中でのいろんなもの、ねばならないという、払わなければならないというところはすごく大きいと思うので、苦しいと思うので、いやこれ苦しいよねっていうのはね、もうどんどんね、みんなね、曲書いていいと思いますよ、ね、私も今制作中でいろんな曲書いてるんですけど、ちょっと曲を書きすぎて自分が先週何の曲を書いたか全然覚えてないんですけど、多分ね、今去年今年でその次のアルバムに向けてって書いてきた曲が多分過去にないレベルの、過去には多分ね30曲40曲ぐらいからアルバムを作るっていうのをやってきたルーティーンが長かったんですけど、今回多分その倍近くいってるんじゃないかな、作ってきた曲の数で言ったら去年今年で。ちょっと作りすぎちゃって、内容とかそのテーマとか曲調とか全然もうどういうのがあったっけっていうのを言われないと思い出せないんですけど、多分ね、貧窮問答家的な歌はね、何個も作ってるんですよ。何個も作ってるけど、やっぱね、暗いしね、怖いからね、あんま選ばれないんですよ。スタッフの方から。全然いいんですけど、選ばれなくて。というわけで、結果的に私、アルバムには、明るい、楽しそうな曲が、割と入るかな、みたいな気はするんですけど、楽しい明るい曲以外もですよ、ちゃんと強めの曲はね、しっかり今レコーディングしてますので、なんかね、今のところ、まだ最後のとこまで行ってないので、今見えてるのが多分7割ぐらいかなと思うんですけど、アルバムの。今のところ、ちょっと雰囲気的に、私のインディーズの頃の、たった1枚出ている劣化っていうアルバムがあるんですけど、なんかすごくそれに似ている気がしてきました。柳さんがいなくなった途端に。好き勝手やっちゃってるみたいな。いや、柳さんはいますよ、今も。今もいるんですけど、なんかね、こう、柳さんががっつり横で見てたから、ちょっとやっぱり私忖度してた部分あったんだなっていうのを今ちょっと感じてるというかね、ちょっとロックっぽいの喜ぶだろうからロックっぽい感じの曲やりますかみたいな、私忖度してたんだって今気づいたんですけど、全然忖度しなくなったので、あれなんかちょっとインディーの頃の劣化っぽいみたいな、やばい、ちょっとなんか好き勝手やってるみたいな気はちょっとしてます。大丈夫かなって、このまま本当にエイペックス出すつもりかなってドキドキしてるんですけど、はい、楽しく制作も続けてますので、ぜひ楽しみにしてください。というわけで、今日はですね、メッセージはですね、目指せ竜王の城、素敵な目標を書いてくれたメッセージを読みたいと思います。ロシさんからいただきました。ちょっと古いメッセージすみません。ロシさん、大学生の時1年間韓国に留学して、日常会話ならお手の物くらい上達して帰ってきました。小さい頃から外国語をマスターしたいという夢があって、その夢に一歩近づいていました。オランダ出身のご両親が韓国人の男性とその時出会って約9年ほどお付き合いをし、別れてから韓国語を使わなくなり、
日本人の方と結婚してさらにまた8年が過ぎた頃、韓国語がほとんど話せなくなってしまいました。私は去年自分が死ぬ時を想像し、何の言語もマスターしないままでいたら後悔して死んでいくと思い、そこからまた韓国語の勉強を始めました。来月で丸1年になります。今ではあの時ほどではないですが、スラスラと韓国語が口から出るようになり、知らない単語はまだまだたくさんありますが、知ってる単語を使ってまた日常会話ぐらい話せるようになりました。今は韓国語能力試験の最上位の資格を取るために頑張っています。おーすごい、素敵な先生との出会いもあり、思い切ってまた勉強始めてよかったと思ってます。素敵です、ロシさん素敵よ。これ多分でも忘れていただけで、この過去に勉強されていたその素地っていうのは多分生かされてますよね。わかんないけど、完全になくなってはいなかったんじゃないかな。素晴らしいじゃないですか。韓国語しかも今なんかすごい、わからないですけどニーズがありそう。なんか街でもどこでも、私街歩いててたくさん韓国語の言葉聞くようになってる気がしますもんね、今ね。ドラマとかもね、好きな人は大好きだと思うので、なんかすごい使って仲良くなれる人とかいっぱいいそうでいいじゃないですか。いいなあ、私もね憧れます、本当に。なんか日本語以外が上手くならなくて私の悩みなんですけど、英語がギリギリ聞くだけだったらいいんですけど、こっちで喋れと言われたらもうすごい悩んじゃいますよね。こっちから英語で喋ってけって言われたら、特に ないですみたいな、特にありませんって言って帰ってきちゃうと思うから、もう外国の言葉が喋れるってやっぱ素晴らしいですよ。私ね、夢はね、最近夢いっぱいあるんですけど、夢はイタリア語かな、あとスペイン語かな、あとでもやっぱスペイン語ですね。スペイン語はなぜ憧れる、南米の音楽最近熱いなと思ってよく聞くと、やっぱね響きがめちゃくちゃかっこよいのと、巻き舌で言葉詰め込んだ時に響くんですよね。その響き日本語でなかなか出ないですなっていうのがね、スペイン語、あとポルトガル語も似てるのかな、あの辺の言葉にすごいあったりするので、私は大学の時にですね、スペイン語を選ばなかったんですよね。私もそう思ったりするんですけど、息子も今勉強してるし、娘も今英語も含めていろんなこと勉強していて、いいないいなって、もう脳は若いしこれからいっぱい勉強していくんだろうなと思って子供たちを見ていると、私がもし戻れたならば、戻れないよ、戻りたくないですし、でも戻れたならば、スペイン語勉強したいなって思いました、大学に入ったら。私ドイツ語やっちゃったんですよ。なんでドイツ語にしたんだろう、わからない。しかも最初の1年間フランス語でしたからね。最初の1年間フランス語やって、発音ができなくて、非常に成績悪くて、で挫折してドイツ語に変えて、ドイツ語で履修を終えたんですよ。で結局どっちもものになってないっていうね、残念な自分を思い返すと、今日のこのコメントくれたロシさんは素晴らしいと思います。なんかロシさんに背中を押されて、来年子供の受験のサポート終わったら私もなんか外国語やりたいなとちょっと思いました。はい、ロシさんのおかげです。私の背中をちょっと押してくれてありがとうございます。はい、というわけで皆さんも何か頑張っていること、目指していること、今こう目標に向かってやってることがあったらぜひ教えてください。私マザーレッカは今は子供のサポートと自分の制作で佳境です。佳境です、ついに佳境です。はい、12月中にアルバムを完成させねばならないので、もうしかも曲を作りすぎてしまって、もう今わけわからなくなってるので、このわけわからないまんま12月に完成をさせるという、今佳境に入っております。さあ楽しくなってまいりました、みんな頑張りましょう。というわけで、今週も結構まだ風も流行ってるので、皆さんちょっと風にも気をつけてほしいんですけど、例えばね、生姜をちょっとね味噌汁に混ぜたりするとね体温まるんですよ。そういうこともしながら、ぜひ、皆さんゆっくり体を温めて楽しんで、最後のこの佳境の期間を一緒に駆け抜けていってほしいと思います。またまたぜひ、聞きに戻ってきてください。
それではマザーレッカでした。またね、いってらっしゃい、バイバイ。